こんにちは、速稼塾の久保でございます。吉谷さんからの、ね、メッセージの中でね、やっぱりね、どっちがいいですかっていうのがシンプルでものすごく分かりやすかったですね。お金が自由な人生と、お金がなくていざという時にいつも困っている、将来に怯えている人生とね、うん、でやっぱりね、この、まあ、勤め人である以上決まった給料しかもらえなくって、プラスアルファ何かね、もらおうと思ったら時間を切り売りする残業という手段に出るか、もしくはその会社以外でなんか不収入をね、副収入を探していくっていうことになりますよね。でいずれにしても自分の人生の一部を意にそぐわないことに売り渡して、まあわずかなお金をね、あえて言いますけど、わずかなお金を得るってことなんですよ。なんでここで私がね、わずかなお金を得るって言い方をしたかというと、この動画を見てくださってるあなたの人生はお金なんかよりももっと貴重なんですよ。それこそね、1時間を5000円1万で売り渡すような、そんなね、軽いもんじゃないっていうふうに私は尊重してます。まあ、ですんで、なるべくね、3000とか5000とか1万円とか残業代が出るにしても、その残業で稼ぐんではなくて基本給で稼げるような思考を持っていくか、もしくはね、会社員として働いたりとか、うん、時間を提供して対価を得るっていうところから抜け出すために、やっぱテクノロジーをね、最大限使ったらどうかなと思うんですよ。もちろん人生をどのようにデザインするかは人それぞれです。私は金銭的な不自由がどうしても嫌で、最低限お金に困らない暮らしをしたかったんで、今みたいな道を選びました。要するに、雇われてしまったらまずは金銭的な自由はないっていうところが決まってる、確定してるわけじゃないですか。例えばね、年収で300万円だと仮定しますよね。そうすると10年で3000万円、30年で1億円に満たないわけですよ。これを可処分所得にするとおよそ半分ですよ。ということは、会社員として40年勤めて5億円稼いでやっと2億5000万残るんですよ。この計算の残酷さに気づいた時に、とってもじゃないけどもやってらんないよねって考えるじゃないですか。まずは給料体系っていうのは、いろんなものが天引きされて考えなくていいから楽ですよね。つまり考えないことに対する対価っていうのが搾取に合ってるわけなんですよ。でドラゴン桜の言葉ではないんですけども、頭のいい人は権力を作る時にね、仕組みを作る時に、まあちょっと面倒くさくってろくに調べもしない人に対して、わざと分かりにくい仕組みにしてあるんですよ。でも分かりにくい仕組みっていうのは、分解して解析すればシンプルになっていくんですよね。その時に初めて、しまった、このまんまじゃ騙されてぼったくられるばっかりだなと、自分の収入の仕組みを変えていかないとっていうふうに気づくわけですよ。大きく分けると、会社員とか給料体系アルバイトで働くってことは、ほとんど20、30に搾取されて痛い目に遭ってるわけなんですよ。まあ、ですので、私は個人事業主なり、まあできれば法人格を持ってね、経営者としての収入の得方っていうのを選択したらいいんじゃないかなと思います。まずはこういう知識を知ることと、知識を使うこと、そしてそれを使いこなしていくことっていうのが、お金に対してまっすぐ考えていくときに一番最初に思いつくことじゃないかなと思うんですよ。なんせ生きていく間には、仕事をするためにも経費がかかるわけなんですよ。アルバイトするにも経費がかかるんですよ。会社員として働くにも、全部会社の経費ではなくて自分の持ち出しってのがありますよね、少なからず。そうなると、それを経費にできたらどんなにいいことかってことなんですよ。所得から経費を引いて残った分に課税するのか、所得の全体に課税して残った少ないお金の中で自分の経費も払わされるのかってことを考えると、全く可処分所得、手残りが違うんですよね。だからこれがお金の勉強だったりするわけなんですよ。であとは労働時間ですけども、1日に8時間働く形は変わらないとしたら、この8時間を20時間とか30時間とか50時間のこういったね、レバレッジを効かしていかないといけないんですよね。まあ、そうするときに私は思うんですよ。例えば5年間のある一定の職位の経験があったとしたら、その経験5年間やったらそこそこのものになってると思うんですよ。でこれを販売できないかな、この知識と経験を売っていけないかなというふうに考えていけばいいんですよね。例えばある業種に勤めてる方がいるとします。まあ IT でいいですよ。 IT の業種に勤めてる方が5年間勤め上げました。でまだまだ働くつもりなんだけども、なかなか収入が上がらないときに、5年間で得た知識や解決した問題とかね、
それから後輩に指導したこと、先輩から指導いただいたこと、こういうのを全部知識としてパッケージして、これから IT 企業に勤めようとしている人に対してセールスしてみたらどうかなってことなんですよ。 IT 企業に就職するならこれだけはやっておけね。IT 企業に5年間勤務して現役で考えている私のアドバイスですと。これが現実だとかね、こういう会社に気をつけろ、この仕組みには騙されるな、これは利用しろ、こういった知識とか経験ってこれからその業界に入っていく人には宝のようなものじゃないですかね。でもこれ業界限らずこれを販売しようっていうふうに考える人はいないんですよね。すぐにねこれを言うとね、いや副業禁止なんでとか言い出す人がいるんですよ。副業禁止、本当笑わせるなって話ですよね。副業禁止なんて別に法律でも何でもないんですよ。会社の願望です、ね、そこに勤めている会社がそういうふうに願望を社員にもたらしているだけで何の拘束力もないんで、自分の収入ぜひね真剣に考えるなら、残業があるから副業が禁止だから何だらかんだらっていうのを全部無視して自分の人生を構築した方がいいと思いますよね。そもそも副収入をねこう強制的に禁じる権限なんてないのに、それをさもあるかのように洗脳して社員を騙してもう給料一本やりに刺す、その手法ってのはもう古いし汚いしずるいし、もう終わってるわけなんですよ。だそこにしか職がないっていうことだったら本当ね歯を食いしばって耐えるしかないと思いますけども、まあけどね、副収入を得るために自分のビジネスを稼働させて、そこで得た知識や経験をいわゆる給料をもらってる本業に使っていけば会社のためにもなるわけなんですよ。つまり本当に決まりが会社としてね副業禁止っていうのがあったとしても、それが未来永劫続くものではないと。副業禁止をじゃあ副業 OK にするためにもう本気でね会社に対して運動を起こしていくっていうことをすれば他の社員も助かりますからね。で副業なんて別にしたくないっていう人は別に副業が禁止じゃなくなっても解禁になってもやらなければ済む話なんですよ。ただ問題は希望してる人ができないっていう状態なんですよ。これがだから自由を搾取されてるっていうことなんですよね。冒頭でお話ししましたけども、自由を買い取るにはやっぱりね、自分の交渉とかもしくは時にはお金とか根回しとか人脈とか何かが必要なんですよ。ほっといて状況が改善することはないですからね。だから全て自分の人生の上に起きてることですから、自分でレールの上にある石を取り除くか別の線路に移っていくしかないわけですよね。だからやっぱりね、これがあるからできませんっていうのはね、もう聞いてらんないなというところですよね。これがあるけどやるんですっていうふうに思考を変えていかなければ、その人生はもうそのまま確定してしまうわけですよ。だからどっちがいいですかって聞くわけですよね。自由がない人生をあなたが選ぶのか、いやこれこれこういうルールがあるから私はここで行くしかないんです、ならそれで行ってくださいって話ですよ。これこれこういう問題決まりがあるんだけども、だけども自分の人生を本気で生きたいというふうな気持ちで私のところに来てるなら、妙なルールを持ち出さずにね、もうクビになっていい覚悟でやった方がいいですよ。会社はクビになっても自分の人生はクビになりませんからね。ただ会社に従順でいすぎると自分の人生をリストラされてしまいますよ、ね、で会社にはとってもね良くしてもらってると思わせてぽいですよ、将来に不安ありませんかね、不安だらけじゃないですか。今の所得とか今の待遇だったら、その今勤めてる御所を大事にしてる会社があるかどうかも分からないわけですよ。でも会社が潰れても自分の人生は潰れるわけにはいかないじゃないですか。となると優先するべきはどっちかなんですよ。見ず知らずの他人の会社を大事にするのか、替えの利かない自分の人生を大事にするのか、火を見るより明らかですよね。そしてそこに恋愛なり家庭ってのが入るとしたら、自分の人生に今度他者に対する責任が被ってくるわけですよ。自分は貧乏でいいかもしれないけども、でも自分と共に過ごす人までそれを押し付けることはできませんよね。前回の動画でもありましたけども、ドライブに行くたびにごめんガソリン代がないんだっていうふうに自分以外の家族なりパートナーに払わせるんですか、食事をするたびにいやちょっとお金ないんでねちょっとごめん払っといてみたいにやるんですかと。それがあなたの愛情表現なんですかってことなんですよ。いや愛してるんだったら金銭的な負担はもうギリギリまでかけない、住まいの負担はかけない、将来の負担はかけない、あらゆる問題からこの人を守っていくんだって気持ちをきちんと表現しなければ、気持ちがあってもね行動に移さなければそれは気持ちがないのと一緒なんですよ、ね、これ私が思うわけじゃなくって、いやきっとね家族はそういうふうに思うんですよね。もちろん貧乏でも不自由でもいいわっていうね昭和初期のようなねそんな家族が
あなたについていてくれればこんなに心強いことはないんですけども、果たしてそうでしょうか。そしてご自身の本心としてもね、例えば私はまあこれ見てる人がね男性という前提で申し上げます。男性で40代50代の男性としてね、そういう前提で申し上げますけども、自分の家族や親兄弟友人にできればね豊かな人生を自分の力で提供したいと思いませんか。そのために必要なのはもしかしたらお金かもしれない、もしかしたら体力かもしれない、もしかしたら知恵かもしれない、もしかしたら人脈かもしれない、他にも何か要素があるかもしれませんけども、どうやって誰かを導いていく自分になるんですか。つまり誰かのリーダーになる、たった一人でもいいから導くものを作る。もちろんそれをやらなければいけないってことじゃないですよ。でもどうなんでしょうか。自分が渾身の力を込めて悔しい思いしながら40年50年生きてきて、その人生に続くものがいないっていうのには、まあ無償の寂しさを感じないですかね、うん、もちろん寂しさを感じなくてもいいんですよ、うん、ただ私のね自分の人生の考え方は羨ましいなって素直に思うことなんですよ。うわー小野田さん東京タワーが見えるタワーマンション羨ましいな、でも俺は田舎で一戸建てだよね、なんですよ。羨ましいけど手に入れようと思わないんですよ。ただその代わり久保さんいいなと思われるような人生もまた私に起きてるかなと思うんですよね。ちなみにね吉田さん、私ね8月の売り上げ600万ぐらいありましたよ。何を売ってこの600万になるんだって、私もちんぷんかんぷんですけども、つまりは多くは投資の利回りとか配当なんですよ。まあ無作業なんですよね。ここまで来たかって感じですよ私の場合は。600万ってのはちょっとできすぎですけども、通常もねやっぱり200万300万は普通に上がってるんで、将来の不安っていうのは全くないですよね。在庫のリスクもないですし集客の不安もないんですよ。だからビジネスをしてると商品が売れるかな、お客さん集まるかなって不安があると思いますけども、今それすらないですよね。しかしですよ、私はセールスもちゃんとやってます。なぜなら投資が絶対ではないと思ってるからなんですよ。いつはしごを外されるかわからないと思ってるんですよね。私の銀行口座にあるお金、いつこれが凍結されるかわからないと本気で思ってますからね。いつ YouTube のアカウントが停止になるかわからない、いつ私の体が急に不自由になるかわからない、これ全部ね毎日よく考えるんですよ、うん、だからあらゆる方向にリスクヘッジをしてます。そのリスクヘッジをかいくぐって、もし不幸な事態が起きたんだったら、これ仕方がないな、精一杯やったと、これで防げないんだったらもう天変地異だよっていうふうに考えるようにしてますよね。でね、なんかね、思うんですよ。私脱臼をしたって言いましたよね。もう2年ぐらい前になるんですけども、その時に脱臼ではなくってね、例えば半身不随とか、体が動かなくなっちゃったりとかね、もっと言ったらあと何週間以内に死にますよっていうふうな宣告を受けた時に、私はどう思うかなと。いやー、あれもやりたかった、これもやりたかった、あれもできなかったっていうふうに思うか、それともいやよくやったな、もう十分だよって思うか、どっちかなんですけども、私ねその時思ったんですよ。いや俺ねでも結構やってきたよ、やりきったよな、何もかも素晴らしい景色を見れたし、思い残すことはないよなって本当に思いましたね。で思い残すことはないと思って2年間生きていたら、さらにねこれをやろう、あれをやろう、これが欲しい、それが欲しいっていうふうに思い残すことが生きていれば見つかるんですよ。だから今ね2年前の気持ちをさらに増幅していますけども、今日いきなり人生が終わってもそれこそ思い残すことはないですね。2年前以上に思い残すことはないですね。多分これね5年後10年後私の命が尽きるときに同じように思うと思いますね。いやあれから5年余計に生きたか、5年間でやりきったなまたとかね、俺何人の人生送ってるんだみたいなね、この笑顔ですよ。つまりは俺やったなみたいな、何も思い残すことはないなと、うん、残った家族もきちんと俺の意思を継いでしっかりと生きてくれるんじゃないかみたいな、ね、こと思いますよね。ただそう思えるからこそ、やりきった人生だからこそ、できれば長生きしたいなっていうふうに一方では思うんですよ、ね、できればこんな素晴らしいねパーフェクトな人生、ベターな人生は一日も長く送りたいなと思うんですよ。不思議ですよね。思い残すことはないからこそもっと生きていたいっていう気持ちになったんですよ。で逆にね、もうこんな人生もうオワコンだよと、もう手も足も出ないよと、逆転も不可能だ、もういつ死んでもいいよって投げやりではないんですよ。私は39歳までどちらかというとそっちの方でした。もうねこれは死んでリセットするしかないなと、でも自分から死ぬ勇気はないから、よし明日死ぬと思ってもうやりたいことやっちゃれみたいな感じでね、
まあ女性に流れてたという話なんですけどもね。お酒もたくさんいただきましたけどもね。あの時まあやけを起こしてなくてよかったなと。というのがやっぱりね、本気で死ぬ勇気まではなかったんですよ。できればまあなんかごまかしながら生きていけるんじゃないのみたいなね。生活保護も別に怖くないし、まあなんならホームレスもやったしみたいなね。いわゆる開き直りがあったわけですよね。だからこそネットビジネスに参加するときに、どうせインチキだろうけどさ、これで真面目にやって結果が出なかったら、最後にネットビジネスネオヒルズ裁判でもやるかみたいなね。そんな気持ちでやり込んでみたら儲かっちゃったというね。だから詐欺で訴えることができなくなりましたよ、ネオヒルズ。まあ私が訴えるとしたら、マトリックスアフィリエイト、ズッキューンぐらいですよね。まあということでね、どう生きたいかってことなんですけども、私は自分の思った通りに生まれてきた欲望をそのまんまその日のうちに叶えたいなと思いながら今日に至るっていうことでございます。やりきって使い切って、そしてだからなおかつだからこそ明日もどんな欲望が自分に起きるのかちょっとね覗いてみたいなって気もしますね。本当にね、皆さんのおかげでこんなね、好き勝手やらせてもらってます。バカさ加減本当キリがないと思いの方もいるでしょうけども、まあ、その分ね精一杯恩返ししていく所存ですので、これからもよろしくお願いします。それでは吉谷さん、いってらっしゃい。